さあというわけで本日はピザラジオの方にですね、はい、わざわざご連絡をいただきまして、ロボット犬見てくれと、めっちゃ可愛いからということでですね、はい、ご紹介いただけるのはドクターシュウさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。シュウさん、ロボット犬ってどういうことですか？今この目の前にあるのがロボット犬、今このミニポーパーは、はい、ミニポーパースタンフォードの、うん、ポーパーのチームと連携して、スタンフォード大学と、はい、共同で開発した、間違いないやつじゃないですか。すごいす、ね、間違いないやつ。この R1 を押すと R1、 うわびっくりした、歩きます。もう一回押すと止まります。あ、びっくりした。いや、微調整あと前後左右で動かす。おお、すげえ。うわ、リアルなんか、すごい、めっちゃかわいい。あと、それを向きです。なるほど。あ、危ない危ない大丈夫です。怖っ。ギリギリよ、今スタンフォードの偉い人の顔が今一瞬よぎったよね。よぎりました。そして、この前後、はい、右、あと、この上下、どんな関節してんのこれあと、この上下もあります。上下、はい、うおすげえ。あ、ちょっと待って、ちょっとカメラさん見てほしい。顔も変わる、勝手に。すごー、すごい、面白い。こんな詳細に動くんだ、はい、これめっちゃ可愛いんだけど。 L2 を押すと、はい、また別の動きがします。 L2、 はい、いきなり押しちゃっていいですか？同時押し。何これ、何してるんですか？え、なんか、あ、いろんなものが書いてます。なるほど、すごい書いてる。ちょっと横に、すいません、すいません、おしっこ出てきました。びっくりした、おしっこ出てきた。そうそう、出ますよ。この次は行くよ、はい、うわすげえ。すごくない？あ、やばい、あぶね。多分だから、そのシュウさんのこの動画からもう多分相当高価な、これ英知の集結なんで、本当はこんなね高いところでやんなほうがいいんですよ、多分。床でやんなきゃいけない。今も特別にやらせてもらってる、特別に撮影中だからね、上でやらせていただきますけど。この X を3つ押すとジャンプします。これ上、おー、すげえ。3回連続。危ない。バッタの跳躍と一緒だ。まあ確かにこれ家にあったら一緒だってな。あ、まあね、多分できますよね。はい、あ、はっけよーい。残った。やばい。あー、すげー。何今の。上手投げ。上手投げされた。すげー。いや、めちゃくちゃ触っても大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。6歳じゃん。え、しかも結構やっぱ重いというか重量感もあるわ。こういうのがさ、なんか医療の現場とかどん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 ね、あ、そうね、活用されていくんでしょうね。その、いや、シュウさん、いろいろと説明いただいてありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ遊べますね、これね、うん、楽しいですね。面白いね。あと、動きがリアルだね、うんうん、すごい楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。リュウさんがその商品について説明していただけるということなんですけども、はい、お願いします、はい、ありがとうございます、はいはい、あのこの商品なんですけど、うん、実は2つ販売する、形がありまして、2つ、組み立て前でも、うん、組み立て後でも、うん、両方販売してます。へえ。一般的なネジとかあれば、僕ぐらいおじさんになるとき USB 履いてる時点でもう組み立て無理やなって思っちゃう。ああ、そういう方もいらっしゃいますね。ドキドキしちゃいます、はい、でも
結構簡単にできちゃうってことなんですか。そうですね。例えば学問としてね、成り立っちゃいますよ ね、こっちはね。本当に本当に。レゴとレゴとかと同じような感じで、まだいろいろ改善しているんですけど、はい、カメラとかライダーとか、例えば手が近くなったらどういうふうに反応するかとか、はい、まあ、ジェスチャーでコントロールする、そういう機能もどんどん開発しております。なので今度リモコンとか使わなくても音声とジェスチャーだけでもしかしたら走れてた走り出してとか、おいでおいでって言ったらなんか、はい、音声認識とか顔認識も含めてこれからどんどん進化していきたいと思います。この全ての製品に対して今年の12月末に、はい、うん、幕開けのウェブサイトで販売する予定です。幕開けというウェブサイトか、ぜひ皆さん楽しんでいただければと思います。はい、